私は現在日本を良くしたいという思いのもとに、自分の足を使って日本各地や世界各国を飛び歩き、リアルな情報をたくさん収集しています。そして今年からそうやって私が集めた情報を無料で公開するコミュニティを作りました。 LINE アットにぜひ今回登録をしていただいて、一緒にコミュニティのメンバーになっていただきながら意識改革を起こしていきましょう。あなたのご参加をお待ちしています。CGS をご覧の皆様、こんにちは、神谷宗平です。本日の神谷宗平が聞くは、世界史の講師をされています茂木誠先生にお越しいただいてます。茂木さん、よろしくお願いします。あ、茂木誠です。こんにちは。こんにちは。はい。今ですね、まあ、実は僕ちょっと今日ネクタイをしてないんですけど、はい、意識改革大学の講義の合間を使って、はいはい、収録させていただいてるんで、はい、ちょっとイレギュラーな撮影だったもので、はい、ちょっと今日はネクタイなしでということなんです。いや、ネクタイなしも素敵です。ありがとうございます。今日はですね、もうすぐ茂木さんが新書を出されるということで、はいはい、少しそのお話を聞きたいんですが、はい、どんなテーマの本なんですか？ですね、ズバリ戦争ですね。戦争、はいはい、戦争について語ろうという、うん、戦争と平和、世界史で学ぶ戦争と平和、はい、世界史で学べ戦争と平和、うん、どっちかまだ決まってないですけども、うん、まあ、そんな感じの、うん、はい、はい、それを読むとどういったことがこう学べると、はい、すごく戦争についてはこの国はですね、非常にこう情緒的なんですよね、はい、反応が、うんうん、で、あ、戦争怖い怖いみたいな、戦争の悲惨さ、いや、それは戦争は悲惨ですよ、悲惨ですけども、その悲惨だからこう 見たくないってやっていても全然戦争は止まらないじゃないですか。そうですね、はい、うん、だから戦争っていうものがどうやって起こるのかっていうことと、それから、うん、まあ、我々人類はですね、一応その知恵がありますから、はい、その戦争をやってきた歴史もあるけれども、戦争をこういろんな方法でこう食い止めてきた歴史もあるわけですよね、はい、だからタイトルが戦争じゃなくて戦争と平和ってのはそうなんですよ、うん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 、戦争を防止したり戦争 の悲惨をこうより軽減するっていう、その人間の努力っていうものがどういうふうに行ってきたかっていうことを、ちょっとまとめてみようかなということですね、うん、僕も最近女性の方向けに、うん、女性のための社会学講座っていうのをやらせてもらっていて、うん、はい、なかなかやっぱりその歴史とか政治とか軍事とかって女性全然意味わかんないって感じじゃないですか。でもそういう人たちにも、その例えば女性がじゃあ興味ある何かとか教育とか、これから子どもの養育費とか、やっぱりこうね、そういったことにやっぱ女性は関心があるらしいんですけど、結局でも教育って考えるときに歴史を知らないと教育には絶対つながらないし、結局お金の問題を考えたときに経済の輪には必ず軍事もあるので、そこは全部つながってるんですよみたいな話をするんです、うんうん、あ、それでね、お子さんのいるお母さんにぜひ言いたいんですけれども、はい、その子供たちはですね、別に全然無邪気じゃないんですよね、はい、あれは、うん、毎日戦ってるわけで、子供っていうのは、うん、幼稚園であったり学校であったりで、その中で、まあ、一種権力闘争があってですね、子供同士の中で、うん、で、場合によってはいじめも起こるわけですよね、はい、うん、だからそういうことが何で起こるかっていうメカニズムを知っておくっていうことは、実は戦争の抑止とつながってるんですよね、うん、根っこの部分で、それは人間のやることなんで、そうなんですよ、うん、一緒で、だから戦争って言ってもさっき言いたかったのは、鉄砲とかミサイルを撃ち合って人が死ぬのが戦争じゃなくて、うん、その前段階もちゃんとあって、うん、まあ、さらにいじめとか、あれって情報戦なんですよね。そうです、ね、まず情報戦とか、あとそういうあれいじめで追い込んでいくのは、あれ同盟を組んで孤立させていくようなもんなので、全くだから それの縮図じゃないですか、うんうん、でその次に経済戦っていうのがあって、うん、実はだから経済戦の中で日本っていう国自体が負けると旦那の給料が下がるんですよと、そ う、ね、うん、そうなると子供の養育費出せないでしょと、そうそうそう、うん、ってことは戦争嫌いとかって言ってたって、うん、皆さんが生きてる時に、うん、やっぱりその国を守るとか国を豊かにするっていうことと、うん、やっぱりその裏側にあるそういう戦い、うん、まあ、戦争って言うと大きいんだけど戦いっていうのがちゃんと水面下ではあって、うん、そのバランスの中で社会って成り立ってるから、うん、っていう話をしてあげると、うん、なんか皆さん落ちるみたいで、なるほど、あ、だから神谷さん政治が大事って言うんですね、うん、と、いや、そうなんですと、うんうん、なんで僕は議員をやらずにそんなことをやってるかっていうと、議員が政治を語っても、うん、どうせ一票入れてくれって話になるとみんなが思ってるから、うん、もうそれが嫌なんで、うん、もうしばらく選挙出るのやめましたと、うん、むしろ皆さんにそういうこと分かってほしいんですっていう話をしてるんですけど、うん、それに繋がる本じゃないですか、かもしれないですね、うんうん、
で、武器を捨てれば平和になるっていうことはないんですよ。全然ないんですね、はい、うん、で一番平和な状態っていうのは、まあ、ぶっちゃけて言えばみんなが武器持ってる状態が一番平和だったんですよ。バランスオブパワー、バランスオブパワーなんですよね、はい、そうだから、クラス、まあ、学校でも幼稚園でもですね、そのクラスの平和を保つ方法っていうのは、まあ、そういうことなんですよね、うんうんうん、で自分で守れない時には友達、ちょっと強い友達に助けてもらうっていう、うん、これが同盟関係ですから、うんうん、そう、それをまあ歴史にお遡って、うん、この時はこういうことがありました、うん、こういうことがありました、ね、っていうことの中で一つの法則を見つけましょう、うん、みたいな。でアジアっていうか、この、まあ、東アジアですね、東アジア、東アジアでそういう戦争を防止するメカニズムっていうのがあって、うん、これがあれなんですよ、兆候システムって言うんですよ。兆候システム、三つ毛ってやつ、はい、ジャイアンに三つ毛っていう、はい、ジャイアンが守ってやるからみたいな、うんうん、でそれがヨーロッパはそれが崩れちゃったので、はい、いやみんな対等で大きな国も小さな国も全く対等で同盟関係結ぶっていうですね、うん、システムを作っていったんですね、うんうん、でそれがまあ近代になって、そのヨーロッパがアジアにこうガガッと出てくる時にこう、まあ、いわゆる 文明の衝突が起こっちゃって、まあ、それがアヘン戦争であり、あるいはペリー来航であり、うん、でその中でこの日本という国がそのどうやってこ うまく立ち回ってきたかっていうのはすごい面白くて、そう、そこはね、いや、そういう大きな視点で歴史を語れるのがやっぱり茂木先生の魅力ですね。前超日本史のところでもね、はい、インタビューさせていただいて、あの時から僕も本当にそういう見方で日本史を再分析したんですけど、うん、そのグローバリストとナショナリストのこの均衡とこの入れ替わり、そう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 、これでこう日本史を整理すると、うん、いろんなものが見えてくるし、うん、あ、そうなってると今ってかなりグローバリストの流れになってるから、うん、だから、まあ、次は入り戻しが来るだろうし、うんうん、それをまあ、ね、どういう風な形でやっていくと日本の未来が良くなるかな、うん、みたいなことをこう自分も考えるから当然人にもそういうふうに喋るようになったんですけど、うん、やっぱりすごい受けますね、うん、あ、なるほど、その整理の仕方は分かりやすいと、うんうん、でよくその東アジア その秩序っていうのが中華と異的という、はい、中華思想っていうんですかね、うん、海秩序って言って、はい、すごい差別の体系みたい でヨーロッパが対等だっていうふうに多分思ってらっしゃる方多いと思うんですけど、これ違うんですよ。ヨーロッパも差別の体系なんですよ、うん、あれもですね、文明と野蛮を分けるんですね、うん、でそのいわゆる国際法っていうのは文明国同士のマナーであって、はい、野蛮国には適用しないっていうですね、すさまじいルールがありましてですね、はい、だからアフリカの分割なんかではもう傍若無人に彼らが振る舞うのは、うんうん、それはアフリカがですね野蛮国と見なされちゃったからなんですね、はい、だからその幕末に日本人が必死になって考えたことは、どうやったら日本国がその文明国として扱われるかってことなんですよ、はい、で一生懸命一生懸命その彼らが作ったルール、いわゆる国際法をオランダ語や英語から訳して勉強して、それで身につけていったっていうのが明治維新ですよね、うんうん、そうですよね、うん、でも未だにやっぱり偏見とか差別って、ね、あります、世界にはあるんですよ、残念ながら、うん、だそれもやっぱり知った上で ね、これ日本にいると分かんないんですよ、うん、日本ってほとんど日本人だから、うん、海外出た時に初めて分かって、うん、まあ僕も20年前に初めて海外に出て20年経ちますけど、まあ、昔よりはまだちょっとマシになったかなと、うん、でもそれは表面上であって腹の中はまだあるんだろうなと、うん、だからまあ最近の例で言うと捕鯨ですよね、うん、で なんで日本だけが叩かれるんだって話ですよね、はい、捕鯨で、うん、なんでノルウェーが叩かれるなんて言われて、うん、その根底はそこですよね、やっぱりね、うんうん、ある一説にある漁師が言ってたんですけど、なんでクジラ取っちゃいけないか分かるかと、肉の消費量減るんだと、うん、クジラ取ると日本人クジラの肉も食べるから、うん、牛肉食べなくなると、そうですね、そうなると困るから、うんうん、そういう捕鯨反対とかの活動にね、うん、金出してるやつあいつは牛肉業者だぜみたいなことを、うん、ある漁師が言ってました、うんうん、まあ、確かに捕鯨反対の急先鋒はオーストラリアで、うん、大畜産国ですからねニュージーランドもね、うんうん、だからね、いろんなねそういう偏見とね、うん、あとそういう経済的な思惑等があるんですよ、うん、でそれによって、まあ、今回のテーマである戦いが起きるので、うん、だから戦いを起きなくするにはやっぱりそれを見ないようにするんじゃなくて、 その歴史とか仕組みをきちっと知っておかないとダメだっていうことですよね、うん、そうですね、うん、はい、はい、まあ、はい、
これ石垣大学でもですね、茂木先生に毎月やっていただいてて、まあ、そこでも大きくはそういうテーマなんですけども、まあ、今回本を出版されるということで、ぜひまた皆さんにも読んでいただきたいですし、ぜひあと他にですね、生でお話を聞きたいという方はですね、まあ、東京の方でも、東京だけではなくて、大阪でもですね、5月の19日日曜日、午後1時半からですね、私が主催しまして茂木先生の歴史勉強会を行っていきますので、もしよければそちらの方にもお越しください。詳細は動画説明欄に上げておきますので、はい、はい、5月19日来ていただければと思います。茂木先生、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。